今回は寝でできる上半身の気持ちいいストレッチです。一緒にやりましょう。長崎市城山町里見メディカルビル2階ライフスタイルクラブに来ています。ピントレご指導は2017年日本一の美ボディに輝いたゆこさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう最近ほんとずっとスマホばっかり見て首が痛いですよね。はい、もうそんな方すごく多いと思います。9月のテーマは肩こりスマホ首改善ストレッチなので、今回もその問題解決していきます。お願いします。はい、とにかく真ん中から動かすことが大事なんですよね。はいはいはい、で真ん中ってどこかっていうと胸椎、皆さんご存知でしょうか。胸椎胸の、そうです、胸の骨になりますね。はい、まあ、首から下の、まあ、このラインですね、12本骨があるんですけれども、やっぱり首こり、まあ、スマホ首ですね、肩こりの方はずっと胸椎が固まってます。あ、固まってるんですか。そうですか。胸の骨をほぐすことで、はい、肩の位置や首の位置が良くなるんですね。あ、で、はい、改善する、はい、なので今回は胸椎ほぐしというものをやっていきます。ほぐしましょう。ほぐしましょう、はい、寝てできます。まずは横になりましょう。はい、腕枕で寝ましょう。片手腕枕、はい、今左手が下になっています。どちらが先でも大丈夫です。はい、そしたら次ですね、足90度ぐらい前に出します。ざっくりで構いません。はい、伸ばすのではなく、なんとなく曲げて重ねておきましょう。次に天井側の手、右手の指を見て上に重ねます。お、手に重ねます。床側の、まあ、ざっくりです。重ねたら目線は中指です。うん、上の手の中指見る。はい、見ます。うん、見たまんま大きく回していきましょう。後ろに。そうです、そうです。ナイスです。下の方に行くとなかなか目線、はい、見れないんですけど、はい、見たつもりで構いません。あ、はい、なんとなく目線下から上に、また戻して、このまま繰り返していきます。へ、胸の前、そうですね、回ものすごく伸びますね、こう開いた時。ナイスです。今夏木さん後ろ側にいた時も指がしっかり床を触ってるんですけれども、はい、これ難しい方多いかと思います。結構浮いちゃう方多いです。それでも構いません。痛すぎない範囲で行っていきましょう。あ、気持ちいい。気持ちいいですよね。ね、胸椎、胸の骨が動くと自然と肩甲骨、肩関節、そして首も動いているの分かりますでしょうか。そうですね、追いかけてますから。そうです、そうです、首も動いてる。あとはですね、上の足ですね、そのこう重ねてる両膝が浮かないように気をつけていきましょう。膝、あ、浮いてた、はい、浮かない方がいいんですか。まあ、あのちょっと浮く分には構いませんが、はい、これ膝が前に向くっていうことは骨盤が安定してますね。はあ、そうすると胸椎だけにアプローチできます。あ、うわ、本当だ、全然違う。素晴らしいリアクションです。いやいやいや、だって膝をちゃんと床につけておくと、はい、今度は手が、そうですね、いかない感じしますよね。回線、難しい動きなんですけど、まあ、やっていくとね、全体的にほぐれる動きになります。やっぱり肩こり、スマホ首の原因は悪い姿勢でしたよね。そうなんです。で、悪い姿勢っていうのがもうほとんどが丸々ことですよね。いつもしてる丸々の反対の動きをすることが大事になるんです。なんか伸びるみたいな。そう、伸展、反る動きですね。反る、はい、はいはい。まあ、あのストレッチって日本語に訳すると伸展になりますね。伸びましょうということですね。とにかく普段してる丸々のと反対の動きをしっかりしてあげると、まあ、上半身も丸々ところから反るという動きで肩の位置や首の位置良くなっていきますので、まあ、今日は背中にアプローチして背中ほぐしでほぐしていきたいと思います。お願いします。はい、四つん這いになって行います。おい、一錠あればできますので四つん這いになりましょう。はい、はい、四つん這いになったら、うん、左手を一歩前に出します。はい、そうです。左手の前に右手を置きましょう。はい、そうです。そして右お尻重心に振って少し右お尻をやる感じですね。からお尻を後ろに引きます。そうです、そうです。イメージは右手と右のお尻が引っ張り合う感じですね。うんうん、で、ゆっくり呼吸してあげてください。リラックスすることが大事になります。背中も伸びるんですけど、お尻の付け根とか、そうですね、腕の、脇のところとかですね。そう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 、はい、正解です、正解です。やっぱり横側ってすごい縮まってるんですよね。丸まることで縮まっちゃってますので、うん、今伸ばしている状態ですね。背中だけじゃないんですね、伸びるのって。そうなんです、上半身全部にアプローチしています。まあ、今回はとにかくリラックスして、まあ、痛すぎない範囲でね、呼吸できる状態でストレッチしていきましょう。まあ、やってる動きとしてはこういう動きになりますので、うん、まあ、肩が普段丸まってるところから後ろに
ってます。で肩甲骨もしっかりと動いていて、胸椎反る方向、そして首も反る方向にいってるので、なんか首も確かに伸びてましたよね。全部が今反る方向に動かしました。腰を痛める反り方ではないので、まあ、気軽にこの四つん這いのストレッチやってあげると、肩こり、スマホ首改善につながっていきますので、ぜひ日常で取り入れてほしいところです。そうですね、日常生活どうしてもなんかこう丸まる瞬間があるからですね。もう皆さんね、覚えててほしいんですけれども、はい、痛みとか体の形は動作が作ります。自分が作っておりますので、はい、丸まってたらそれは痛いし格好悪いよということで、いい姿勢をね心がけるために反対の動きどんどん入れていってください。皆さんもね、すっきり改善ストレッチを行ってみてください。ゆこさんは LINE でも情報発信しています。はい、 LINE でライフスタイルクラブと検索いただき、お友達登録いただくとアンケートが送られてきます。アンケートをお答えいただくと5つの健康になる動画をプレゼントしておりますので、ぜひゲットしてみてください。ゆこさんありがとうございました。ありがとうございました。以上ピントリでした。